コロナウイルスの猛威でついに今晩政府から緊急事態宣言が出るそうだ。外出はダメだが散歩とジョギングはいいらしいと聞いた。僕は高卒なのでこれの意味がわからないけど、散歩はいいんだってさ。こういうことでこれからはサイクリングを控えて自転車による散歩、つまりポタリングをすることにした。僕のこの説明がわからない人いる？僕のアパートの目の前にある元荒川だ。土手に幼稚園の子供たちが作った鯉のぼりが上がっていた。元気が出るよ、子供たちのおかげでね。のどかだね。のどか。ここは江戸川に沿ってある小道だ。サイクリング、いやポタリングに最高の景色。僕の大のお気に入りだ。ひんやり冷たい空気だけど風がなく走りやすいね今日は。僕は幼稚園専門のビデオ屋だ。卒業ビデオアルバムというのを作っている。今年度を完成させると満30年になる記念の年だ。しかしこのコロナ騒ぎが起こって単発のイベントの撮影がキャンセルになった。どうやって食っていくのか。とんでもない問題解決が本降りで降ってくる。さてどうしよう。このおばあちゃん久しぶりに見たよ。そういう僕もじいじだけどね。今浄土真宗を学んでいるけど、親鸞上人には善鸞という子がいて、仏教をねじ曲げて布教したというので晩年に善鸞を感動した。これをアニメで見たのだが僕も泣いちゃったね、このシーン。でもそれでも親鸞上人は自らの例え話の大悲の願仙に乗り絶対の幸福だったそうだ。僕自身はキリスト教だが、なんとなくイメージでこれがわかる気がするんだよ。勘違いかもしれないけどね。キリスト教では主の平安という安らぎがあって、多分これが大悲の願仙にあたると思えてしょうがないね。江戸川を渡るよ。僕はフリーランスのカメラマンだ。このコロナウイルスの影響で仕事がキャンセルになって深刻な問題なのだが、なぜかこうしてポタリングを楽しめている。僕の心は今主の平安の真っ只中にあって不幸を感じてないね。仏教ではこのことを他力本願って呼ぶらしいよ。仏教でもキリスト教でも世の中が大騒ぎになった時にしっかりと人生を歩めるありがたいものだね。決して僕の信仰は巨大なものではない。米粒より小さな小さな僕の信仰が僕の心をしっかりと支えてくれている。ありがたいね。多分いつもだったら入園式の準備で慌ただしいところだろうにね。幼稚園が真っ暗だ。江戸川を渡るよ。政府の緊急事態宣言、こんな時にあたふた慌ててパニックになるのか、それとも冷静に見極めて最大限の問題解決に挑むのか。
コロナウイルスは目に見えない。この見えない猛威に全世界が震え上がっているね。阿弥陀如来もイエス様も目に見えない。この見えない存在に心の安らぎを身につけられる、もしかしたらそういうチャンスかもしれないよ。イエイイエイイエイ、コロナなんかに負けないで元気よく行こうぜよ。さて、どう問題解決するかな。これも人生の醍醐味さ。